皆さん、こんにちは。アタックスセールスアソシエイツの横山です。余罪管理大学へようこそ。本日のテーマは、目標を絶対達成させるブランディング戦略について。 です。この動画は、ブランディングの基本についてお話をしています。この動画をね、見終わった後は、あ、なるほど、ブランディングってそういうものなのかっていう基本中の基本を抑えられるということになります。で、私どもね、やっぱり目標を絶対達成させる営業マネジメント手法、余罪管理。この余罪管理を扱う大学ですので、目標絶対達成と絡めてお話をしていきたいというふうに思っています。それでは、行きましょう。 まずですね、あるべき姿は何かっていうと、やっぱり目標達成ですね。で、ここに書いたんですけど、ストレスフリーってことですね。あんまりストレスかからずに目標達成できると、これ結構いいですよね。で、現状はどうなってるかっていうと、ストレス大だと。売らないと売れないんだよなみたいなね。まあ私も営業のコンサルタントですから、当然、売るテクニックとか、売る方法とか、売るための仕組み、売るっていうことに関する私も専門家であるわけです。やはり、こればっかり。 だとストレスかかっちゃいますよねなんでストレスかかっちゃうかっていうと理由は売れるになっていないからで売れる っていう状態にするっていうのはなかなか簡単ではないです。売ること全くせずにずっと売れる状態が続くっていうことははっきり言います。基本的にありません。なので、この配分ですね。この配分。待っていてもそこそこ売れるような状態になっていくと、ある程度安定した業績っていうのは見込めるわけですけど、それだけだとなかなか難しいですので、自分からもちゃんと攻めていくっていうね、この売る力っていうのも大事。ですので、売る力と売れる力の配分って とといいううここが非常に大事だっていうことなんです売れる力を増やすためには一つの解決案としてこちらブランディングっていうのがあるわけです。具体的にはどうすればいいかっていうとブランドエクイティブランド資産って言いますけど これをね、とにかく積み上げていくっていうことがとても重要だということですね。資産化であるってことですね。資産を積み上げていくことがとても重要です。じゃあ、ブランドエクイティ、ブランド資産を増やしていくとどうなるのかっていうと、ここがね、すごくね、いいんですよ。一つは営業マーケティングコストっていうのが下がっていきます。なので、営業のコストって言ったら、一つはもちろんお金とか時間もあるんですけど、やっぱりね、ストレス。このね、ストレスというコストっていうのはなかなか無視できないものですので、この コストが下がっていくっていうのはとてもいいことですよね。で、もう一つはね、採用コストっていうのがあります。優秀な人が採用できないって言っても、ブランドのある会社にはね、やっぱりいい人が入ってきやすい。なので、採用コストにね、どうしてもね、お金かけちゃうんだよっていう会社は、ブランディングっていうのをね、すごく考えるととても良くなります。いい人が採用されると、さらにいい会社、さらにその会社のブランド資産、ブランドエクイティが上がっていくっていうことがありますので、ぜひ、ブランディングっていうもの ね、しっかり考えて会社のね経営っていうものをやっていただけるといいんじゃないかなというふうに思うわけですね。じゃあこのブランドエクイティをアップさせるためにはどうすればいいのかということなんです。で今私の手元に非常にね有名な書籍があります。えー、こちらの書籍皆さん見たことありますかデビッド・アーカーさんが書かれたブランド論っていう書籍でこれはね本当に有名な書籍なんですけれども 結構ね、難しいんですよね。あの、読み解いたんですけど、これね、かなり読み込んだんですけど、頭の中を整理するのが結構難しい。で、この書籍をどういう風に解釈するのか、どうやって整理したらいいのかっていう、そういうね、ホームページも結構あるぐらいなんですよ。なので、今からフリップを使って、簡単に私なりにね、解説していきたいと思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。こちらなんですよね。こちら、ぜひちょっと見ていただきたいんですけど、4つ。 あります。代表的なものを4つ今から紹介していきますね。ブランドエクイティを上げていくための施策として4つあると。1つ目がブランド認知。2つ目が知覚品質。そして3つ目がブランドロイヤルティ。そして4つ目がブランド連想。簡単に説明していきますね。 ブランド認知っていうのは、まあ読んで字のごとく知られているかということです。日本の会社で有名な、つまりブランドとして認知されているのはトヨタとかね、ソニーとかありますよね。まあ、世界的にトヨタって言えば、 とかね、ソニーといえばってね、多くの人が知っています。もちろん日本の中でもね、知っています。で、二つ目、知覚品質っていうのは何かっていうと、そのブランドを聞くと、どういう品質っていうものを連想しますかっていうことですね。これ、品質が高ければいいということではないんです。なので、品質が分かればいいってことなんですね。なので、ソニーの製品の品質だったら間違いないであろうとかね、トヨタの車であれば品質は間違いないであろうっていうのもいいんですよね。他のブランドで、あこの この会社の製品の品質はいまいちなんだけど、でもその分価格がとてもリーズナブルだから、まあ、それはそれでいいよねっていうのもありますよね。なので、どれぐらいの品質なのかっていうことが近く、つまり知られているっていうんだったら、それはそれでブランドとして価値がある。ブランド資産っていうものが非常にね、増えているっていうふうに捉えてもいいということです。3つ目、ブランドロイヤルティ。まあ、ここがね、とても重要なんですけど、ロイヤルティというのは忠誠心ですね。そのブランドの の商品に対するる心があるか例えば私もね実はソニーとか好きなんですよねなのでソニーの商品が出るとなんとなくねえ欲しくなっちゃうこういうことありますよね例えばアップルっていうのもそうですよねアップル信者っていう言葉があるようにアップルのパソコン アップルのスマートフォンとかね。アップルが出してる商品だったらいいっていうね。で、同じような商品で、ひょっとしたらアップルよりもクオリティが高いかもしれないですね。クオリティが高いにもかかわらず、若干 価格が安いとかね、あったりするじゃないですか。それでもアップルを選ぶっていうのは、忠誠心が高いっていうことなんですよね。これはね、まさにブランドエクイティが非常に高い。非常に積み上がってるっていうふうに捉えてもいいんじゃないですかね。例えば先ほど言ったね、トヨタでもそうですね。トヨタはね、やっぱり安心できんだよね、なんかねっていう。 だからやっぱりついついトヨタの車買っちゃうんだよね毎回とかねえいろんな親戚の人とか友達にもやっぱりトヨタがいいよねとかね言ってしまうんだよねとかねこれ忠誠心です人にも紹介しちゃうっていうんだからねそれはいいですよねまさに売るじゃなくて売れるという力がそのブランドにあるということです4つ目がブランド連想ですねそのブランドを聞いてどう連想しますかっていうことですねですからトヨタの車っていうとどう連想しますかソニー の例えば、ヘッドホンステレオを聞いたら、どう連想しますかとかね。そういうのありますよね。で、このね、ブランド連想っていうものが、私ね、非常に重要なんじゃないかなというふうに思うわけですね。例えば、トヨタが居酒屋を始めましたって言ったら、なんか違うってなりませんえ、なんでっていう。で、それってどういう居酒屋いや、普通の居酒屋だと。まあ、かなり安いんだよねで。実際に行ってみたけど、まあ、 そこそこかなみたいなね。味もまあ普通だし、っていう風に言われたら、なんか違うような気がするじゃないですか。なので、そのブランドの名前を聞いてどう連想するのかということなんですね。これ、私どものブランドで例えてみますね、今から。 私どもは、余罪管理というよりも、絶対達成というフレーズでブランディングできちゃってるっていうですね。これね、狙ったわけじゃないっていうところも非常に重要なポイントなんですけど、絶対達成というキーワードでブランド認知されてしまってるんですね。なので、絶対達成キーワード検索をすると、私どもの関連書籍であったり、サービスっていうものが出てくるということなんです。で、絶対達成 聞いいたら品質はどううかっていうことですね私どもアタックスグループっていうのは75年の歴史があるゼルシ法人を母体とした経営コンサルティングファームなんです。絶対達成って連想するのはどういうものかっていうとちょっと厳しそうとかねちょっと怖そうみたいな感じらしいんですよ。目標達成よりも絶対達成だから。でも あそこって母体がアタックス。会計と税務の会社なんですね。アカウンティングとタックスでアタックスですので。あの会社っていうのは非常に数字に強くって、目標絶対達成って言っても、単なる気合と根性とかね、精神論を、まあ、ずっと言ってるわけじゃなくって、財務的な裏付けとかそういったものがあった上で、数字で仮説を立てて、しっかりとマーケティング分析して目標を安定的に達成させる手法、余罪管理っていうものをやってるらしい。品質は間違いないよっていうふうに思われてると OK。 ですよね で、ブランドロイヤルティ。つまり、やっぱり目標達成って言えば、アタックスセールスアソシエイツですよね。絶対達成のコンサルティング会社ですよね。まあ、この会社に任せておけば、まあ、営業マーケティング部門だけじゃなくって、人事ローム関係もそうだし、もし M&A であったりとか、企業再生であったりとかね、金融機関との交渉ごとであったりとか、そういったものも任せられるから、まあ、アタックスに任せておけばいいかなっていう忠誠心があると、まあ、これはね、非常に私のもとしても嬉しいわけですね。なので 抽選になるまあほ他のコンサルティング会社とか研修会社はもう利用しないかなっていうふうに思っていただけるとブランドロイヤルティは非常に高いということになるわけですよね。 このブランド認知、知位、格品質、ブランドロイヤルティ、そしてブランド連想。この4つの意味合いっていうのはなんとなく理解していただけたんじゃないかなというふうに思います。こういうものが揃ってブランドエクイティっていうものが上がっていく。このブランドエクイティっていうものが維持されていくっていうことなんですね。こういうことをですね、頭に入れてブランディング戦略っていうものをやっていただきたいっていうふうに思っています。個人でこの動画を見てる人もいると思うんですね。こういう事柄を頭に入れて実際に 行動してみるといいかなというふうに思いますで最後に私からのワンポイントレッスンがありますそれは何かっていうと自分の好き嫌いはあまり入れない方がいいかなというふうに思います今日私はですね私が持っているネクタイの中で一番派手な赤いネクタイをしてるんですけど私はこういう動画を撮る時もそうですし研修とかセミナーをやる場合でも必ず講師として人の前に立つ時は赤っ ぽいもの。暖色系のネクタイをつけるようにしてるわけです。これは多くの人たちがもうすでに 知っています。認知している。赤っぽいネクタイですよね。いつも。とかね。ヨガヤムさんっていつもそんなネクタイしてますよね。っていうふうに言われます。これね、そういう、なんていうんだろう。シンボリックなアイテムを自分につけているってことは、結構ね、ブランド戦略においてとても重要なんですね。なので、私はこのね、赤いネクタイをしているっていうのが、まあ私のちょっとした、まあブランド戦略かなっていうふうに思ってるんですね。で、ここで重要なのは、私はこの赤いネクタイが好きなのかっていうと、 もう、できればしたくないんですよね。ここではっきり言っておきますけど。 なので、今日はセミナーないな、今日は動画の撮影ないな、とかね、今日は研修の講師しないな、お客様のところに行ってコンサルティングのセッションしないな、とかね、経営者とのね、こうミーティングとかね、そういったものないな、と思ったら、もう絶対赤いネクタイはしないです。私の部下が私を見て、ちょっと紺色とかね、グレーのネクタイをしていたら、あ、今日は横山さん、どこもお客様のところに行かないんだな、っていうふうに部下がわかると思います。私が好きなのはもうちょっと、もうちょっとシックなものがね、いいですね。私ももう50過ぎ ていますのでやっぱりちょっと昭和っぽい感じがするじゃないですか。<laughs> でもこれずっと昔からこういうスタイルなのでまあこれをね変えないようにしていますっていうことなんですねなので会社経営においてやっぱり一つのブランド資産が出来上がっているんであればやっぱりね一貫性を保つっていうことがねとても重要なんですね何度も何度も方向転換しないっていうことが重要です一度決めたらずっとそれをね貫いていくっていうことがとても重要なんですねこれがねなかなかできないですよねなかなかできないからこそこの資産価値はとても高いということなんです 是非、ね、このブランディングっていうことを頭に入れてで売れる経営売れるビジネスっていうものをやっていただきたいなというふうに思いますそうすることによって私どものね余罪管理この余罪管理をやる上でもマーケティングコストが下がっていきますですから余罪のコンバージョン率が上がるっていうこともありますので目標の2倍の余罪があれば簡単に目標は達成できるひょっとしたら2倍も必要ないかもしれないので。 ぜひね、ストレスフリーの目標達成を目指して、ブランディングっていうものをしっかり考えていただけるといいかなというふうに思っています。えー、こちらの書籍もね、概要欄に書いておきますので、もし興味がありましたら見ていただけるといいかなというふうに思います。最後に、この余罪管理大学、ぜひ入学していただきたいと思います。この余罪管理大学の入学の仕方は簡単です。チャンネル登録をしていただけるだけでいいです。 そしてこの動画もし参考になったよ気に入ったよっていう方がいらっしゃったら高評価もよろしくお願いします。また皆さんお会いしましょう。本日はありがとうございました。